皆さんこんにちは、さくら稲垣咲です。ちょっとね、あの後ろの壁が違うと思うんですけど、前ね、あのすぐそこで撮影してたんですけど、なんかでっかい荷物が届いちゃって、それを今置いてて撮影できないので、隣の、あの寝室に移ってきました。ちょっと暗いですかね。暗い、まあいっか。今回はお取り寄せではありません。自ら行って買ったもの王女です。で、先週あの天の橋立にロケに行きまして、その休憩中に美味しそうなものを見つけたので、いくつか買ってきました。まずはこちら、牡蠣燻製油漬けです。あの天の橋立といえば、あのオイルサーディンが有名だと思うんですけども、それはね、何回か食べたことあるんで、イワシではなく大好きな牡蠣の方を選びました。これはお酒に合いますね。あと、私これ初めて見たんですけど、有名なんですかね。じゃん、じゃがりこのだし味ということで、カニがでっかく書いてるんですけど、これがね、なんかディップソースにつけて食べるっていうおしゃれなじゃがりこなんです。これ有名なんですか？私見たことないからテンション上がって買っちゃいました。あと、やっぱりお酒のつまみを買ったので、お酒が必要ということで、こちら、じゃん、イカとっくりを買いました。ほら、これイカでできてるんです。だからここにお酒を入れて器ごと食べられるというとっくりです。これ天の橋立の名産なんかな。そうなんかな。なんかいろんなとこで見ますけど、ちょっとこれやってみたくて買いました。それでは酔っ払いに行きます。じゃーん。スルメ、うわ、めっちゃスルメイカの匂いする。すごい。これにもう一個、ほら、おチョコもイカでできてます。これにこうするって感じですね。で、熱燗ということで、ワンカップをチンしてきました。熱っ、入れます。え、すごい、ちょうどや。何このシンクロ率。はい、ここに入れて、そしたらね、どんどん柔らかくなってて食べやすくなるそうなんで、飲みつつかじるそうです。乾杯。すごい、この一石二鳥、すごい。イカしがんでないのに、イカ食べながら飲んでる気分になる。すごい美味しい。柔らかくなってきた。ほら、すごい。これゆくゆくは食べれますね。では、ちょっと怖いからこの状態にしときます。続いてはこちら、大きい牡蠣が 1,2,3,4,5,6,7 粒入ってます。燻製してるから色ついてますね。かー、美しいな。ほら見て、大きい。あー、すごい、オイルが滴ってる。いただきます。柔らか。あー、燻製の香りすごい。牡蠣ってプリンプリンって感じやけど、これはね、ふわふわふわって口の中でなくなっていきます。しかもこれ燻製してるからね、牡蠣の旨味が濃い。すっごい牡蠣の味する。もういい
とこ伸ばしたって感じやね。もう運動もダメ、性格も悪い人がこう数学だけ勉強したって感じ。長所は伸ばすもんですね。ちょっと食べてみようかな。もういけるかな。あ、硬いか。ここ硬いな。あ、いける。セルメイカです。ではお次、これが一番気になる。このね、箱で買って4つとディップ入ってる贅沢カニだし味、日本海地区限定販売。あ、日本海でしかやっぱ売ってへんのか。このキリンの舞妓さんですかね。いい味出してるってダジャレを言うとります。ちょっとまずこれだけで食べてみよう。これでも出汁の味するんかな。あ、うっすらほんまに関西の出汁って感じ。あ、おいしい。すごいあっさりですね。でもこれだけやとカニの味はしないです。これの中にカニの身入りって書いてますけど、ほらめっちゃカニの身入ってますよ。へえ、これがじゃがりこについてるってすごい贅沢。これをこのじゃがりこにこうディップして、うわうん、一気にカニ風味。カニをカニ酢でつけて食べるようなあんな感覚。うわ、贅沢やなこれ。せっかくなんで牡蠣も。喧嘩するね。以上です。多分どんどん酔っ払っていくので一応カメラは切りませんが、見るなり消すなり、どうぞお好きなようにしてください。そういえば私今引っ越しをするんですけど、もうすぐ引っ越すんですけど、高いですねこの時期の引っ越し。もうすっごかったですよ。もう敷金礼金もやし、うちとこなんて猫もいるから、猫料金っていうのが礼金が倍やったかな、なんかそれぐらいあって、あと引っ越し業者のもうトラック出すだけですっごい高かったです。私ね、昔引っ越し屋さんで働いてたんですよ。梱包レディをやってて、人の荷物を詰めまくってたんですけど、だからね、なんとなくこの時期の引っ越しはやばいやろなと思ってたんですが、案の定すっごい値段でした。私今までも4回ぐらい引っ越してるんで、引っ越しはね慣れてるんですけど、やっぱり荷造りするときは断捨離の精神はいりますね。もう思い出に浸ってたらダメですね。思い出を全部捨てていくぐらいの勢いじゃないと。もうね、捨てられないもんがねたくさん。こんなみんな知らないでしょ。
ベース吉本っていう劇場があった時の裏ベースっていうネクストブレイク芸人大集合2010年ですね。これこのね、私はあ、これですね、これとか、あ、ちょうどモザイクかかってはる、こんなんとかね、天心の向井さんと出したラジオ CD、 私がデビューする吉本に入る前にですね買っただるまなんですけど、後ろに仕事がうまくいきますようにって書いて、未だにまだ片目入れてないっていう、このいつがゴールやねんっていうね感じで、まだまだ頑張って引退するときに入れたいと思います。これコンビ組んでたんですよ。コンビ組んでた時に相方の子がこの業界を辞めるってなって、出した最後にやったライブの DVD です。ブックオフとかで売ってるんちゃうかな、もし見かけたらぜひ。めっちゃ恥ずかしいけどこれもね、初めてコンビで作ったグッズなんです。ストラップ、若かりし20代前半の、これ私、これ相方、これストラップです。あとね、じゃーんこれもすごいですよ、蜷川美花さんにね、写真撮ってもらったんですよ。これ私です。めっちゃ生きてますね、ペチャパイやから、衣装さんに、私ペチャパイなんで大丈夫ですかって言ったら、なんぼでも漏れますよって力強い一言を言ってもらったのが未だに嬉しく思っております。梅田ウォーカー、関西ウォーカーのやつの感じで表紙になった時のやつです。めっちゃ金髪になって調子乗ってますね。なんかね、こんなんもね捨てられへんのですよ、表紙のくせにあんま出てないっていうね。これもすごいです、ビックリマンシール、ビックリマンと吉本芸人がコラボしたっていうんで、お客さんがね全部コンプリートしてこうくれました。ケンコバさんとかタムケンさんとかね、私もじゃん、これ十字架先という感じでこう天使になっております。これアスカのカツラかぶった、もうアスカですけどね、私の要素ほぼないんですけど、ちっちゃくあんたばっかって書いてるけど、これ大丈夫なんかな。去年2月に東京マラソン、フルマラソンを走りました。生まれて初めてのフルマラソンです。確かね、確か時間は足切りが7時間やったはずやけど、それの2分前にゴールしたんだかな、6時間58分とかでギリギリゴールしました。もうずっと走ってる時にね、後ろのね足切りの人がね、ここまでがタイム、ここまで超えたタイムオーバーですよっていう人が風船持って走ってくれてるんですけど、そこのおっちゃんにね、はよはよ走らな、もう追い抜きますよっていうのをずっと言われながら走って、なんとかゴールしました。これ思い出なんで持っていきます。じゃん、昔のプロフィールわっ若いな、若いよ、ほら何このフリ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 、見えますかね、フリフリ、じゃん、見てこの無邪気なポーズ、こんなんできる、ピチ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 、いつやろな、7、8年ぐらい前やと思うんですけど、まさかね、このイカとっくりで熱燗飲みながらこの写真を見てるとは当時の私は思ってないでしょうね。おお、あとじゃーんこれ分かり
ますかね。ロケミツで関西縦断ブログ旅をゴールした時に、あの祝勝会の時に宮村優子さんが初めてですねお祝いに駆けつけてくれました。で、この目覚まし時計、これは宮村さんの声入り目覚まし時計をプレゼントしてもらったんですけど、もう嬉しすぎてね、親玉に写真のデータをもらってコンビニで拡大コピーをしました。それがこれです。幸せそうな顔やな。その時宮村さんからもらったこの、ほら、宮村優子って書いてます。手紙もあります。皆さんは引っ越しの時どれだけの思い出を持っていきますか。私は捨てられず、今すごい大量の引っ越し荷物でちょっと大変なことになってるんですけど、やっぱりね、一生に一度の思い出というのは捨てにくいですね。ということで、思い出に浸りつつ飲んでブルブルになっていきたいと思います。